動画をご覧の皆さん、こんにちは。おたほです。今日紹介するおもちゃは、前回に引き続き、ゲネシスドライバーをレビューします。まず、ゲネシスドライバー単体で、これがどういったものなのかを軽くレビューしてみたいと思います。ここに取っ手があります。こっちにもあるんですけども、これはダミーで動きません。で、こちら側が稼働するグリップなんですけども、一回ちょっと稼働させてみたいと思います。エナジーロックシードが入ってない状態だと、このようにカラカラと、本体から、なんて言うんですかね、昔のおもちゃでこう、カラ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 と、なんと例えていいのかわからないんですけど、こう、おもちゃ特有の音が鳴ります。ゲネシスドライバーっていうのは、基本的にはここを動かして、サウンドギミックをこう発動させます。お待たせしました。それではやってみたいと思います。まず、エナジーロックシードの鍵を解除します。これが変身サウンドです。このグリップをこっちに動かした際にしばらく止めておくとそうだという音がゲネシスドライバー本体から鳴り響き、さらに離すと、変身サウンドが鳴り響きます。もう一度やってみましょうか。取り付けて、これが待機音ですね。こういう感じになります。次に必殺技遊びです。必殺技遊びもこのグリップを使います。さっきと同じようにグリップをこっちの方向に動かして、そうだという音が聞こえたら離す。これを1回、それから2回やることにより2種類の必殺技サウンドが発動します。それではやってみたいと思います。まず1つ。次に二つ目。ベルトをちょっとよく見てみましょうか。エナジーロックシードの取り外し方は、まずこの展開したパネルを閉じます。あとは戦国ドライバーと同じように、ここを押します。ロックを解除して、取り外します。